言えたーケケです。今日のコメントですね、言えたーニャンチューです。にゃーん、ニャンチューだにゃーん。今日はこちらのマルチコカツ、マルチコカツを使ってマルチをやっていこうと思うね。ということでやっていこうと思います。ちょっととろ下がっちゃったね。かかってばいいよ。いきます。さあ来ました、よろしくお願いしますということでやっていこうと思うんですけども、とりあえずバレット走って、クラロワのねトラゲについて、あ、トラゲについてっていうか、まあ、トラゲに置いてね、何が一番大事かやっぱ考えたわけですよ。あの、たどり着きました。負けないことですそうなんですよね。だから今日は全部勝ちたいっすね。矢の雨アーチャーボンバー、これも確定で何の時か分かんない状態です。分かってないんだから、そりゃそうでしょうと。ただ矢の雨使った後バレルの受けなさそうじゃない、なさそうじゃないって感じ。うわー、スキバ入ってるか。ただこれゴブリン、右ゴブリンが刺さってます。右ゴブリン、左ゴブリン、奥ゴブリンいますが、右ゴブリンが刺さっておりましたと。今のところ警戒するカードはないんだけど、矢の雨入ってるということで、まあ、ガゴモレとかそういうね飛び道具系も入ってそうではある。でちょっと怖いのがバレル入ってそうだよね。なんかよいしょ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、それはやりすぎじゃね、やりすぎじゃないんか。ゴブリンがめっちゃ入ってますこれ。いやこれもう無理でしょう。さあこう、いやこれバレルも止まんないし、オッケーオッケーオッケー、イエス、高須とりあえず諦めたかな。プリンで追った後に、いやちょっと待って、キングオールカードねえんだけど、マイティー、マイティー早く来てくんないと。ちょっとね、これこういう時ね、もうすぐ降りたいっすよね。相手も早く追ってくれって思ってるだろうし、俺としてもね、やっぱ。さあここはバレル飛ばしていって、まあでも今の何が決め手になったかっていうと、相手の攻めやの雨ですね。あそこ多分ゴブリン読みで出してきたと思うんですけども、まあ大砲を普通に出して、でその矢の雨が届いた後にゴブリンでカウンターで GG って感じかな。まあマイティの受けもそんななかったんで、まあ相性がそもそも良かったんじゃないかなと思います。さあこのペースでどんどん行こう。とりあえず2500戻んないと話になんない。ハッピーよろしく、ハッピー倒してハッピーになりて。さあアイスピ飛ばしてからの、まあ、バレルバレルアイスピ切ろうか、タルババか。まあ何でもありえるね。ハシマイプリンいっちゃおう。エレジャイっぽいな、なんかエレジャイっすねこれ。さあエレジャイに対してはマイティをゴルナイに合わせるイメージかな。エレジャイマイエレ、いや違う、エレジャイゴルナイとかの形込まれる時とかあると思うんですけど、こうやって大砲でこっちに釣って、こっちでゴルナイをマイティだけで受けるイメージですね。それだけでだいぶ何かが変わってきます。ほら。なあ、これ意味ないな、あんま。さあ、ここはプリンセスで起用ですね。ちょっと攻めすぎた。で、フェニックスも一発までならいっかな。一発入るぐらいだと思うんで。よいしょ。うわ、まあまあまあ、トルネ使ってきたんで、ただタルババが手札に残ってるか。どうしよう。まあ、ここ、墓石？いや、そうなんだよね。まあ、しょうがないか。まあ、一応、タゲ取りつつ、タルババとか外してくんないかな。来た！これさ、タゲ取ってるからさ、ゴブリン結構入るぞ。よし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 、いい内側バレルでしたね。さあこれでダメージ逆転していく。やっぱあのゴルナイが怖いっすね。ゴルナイトルネが本当に恐る、ゴルなの、ゴレナイトルネみたいな感じっすね。どうしようどうしようどうしよう。ここはまあマイティ回してから出して、まあここ緊急されてももういいんで、こんな感じでね、とりあえずのバレル。いやマイティがマジでゴレに強すぎるなこれ。よくないねー。
さあここはウッドで卵処理してあげて、また今度は外側に飛ばす。このね、やっぱ横の揺さぶり効いてないね。全然効いてないよ。さあプリンセス出していって、ここはまたゴブリン連盟して、うわー、まあこれ取るね。ここロケットでしょ。まあ、ベビードレにはさすがにロケット打っていいっすね。ここはフェニックスとか出てくるのかな。それをまたプリンセスで美味しく処理していく感じかな。これはまあマイティ合わせて、一応アイスピで削り入れときたいな。オッケーオッケーオッケー。で、これプリンセス入るから、ああ、入んないんだ。入んない感じっすね。さあ、ここロケット打っていきます。これね、だいぶいいロケット。さあ、ここは普通に、ちょっと待って、大砲大砲。大砲やばい。一旦こっちか。いや、これさ、ロケット打った方が良さそうだな。あ、そっか、大砲で。いや、ちょっとまずい流れが。さあ、とりあえずバレル飛ばしって、まあでもこれね、大丈夫です。結局、マイティで流れ変えれるんで、このハシマイマイティが本当に強いんでね。で、ここちょっと大砲で上に釣っていって、あげれば大丈夫と。問題ない。で、ここロケット打ってからの、まあ一応打っところがしといて。よし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 。一旦立て直したよ。さあ、バレルもっと飛ばしていこう。いやー、でもね、このロケット削りを、いや、ロケット違う。ロケット削りじゃない。ロケット防衛をする限り、これが来るんすよ。だからやっぱいつかは、攻めんといけないですよね。よいしょ。オッケーオッケー。だいぶ流れ。いや、これさ、これはロケット打って、いや、大丈夫ですね。で、バレル飛ばします。OK、完璧。ぐっと転がして、さあ、ああ、やばいな。やばい。やばい。え？はあ！これか。日々の疲れの原因は蓄積されてるわ。この一戦一戦に魂を込める感じが。ふう、一旦落ち着いて深呼吸をしましょう。こういう時は、あのなんかね、よく聞かれるんですよ。その今朝沼った時とかイライラした時どうしますか。深呼吸するんですよ。一番深呼吸がいいですね。深呼吸するとこんな清らかなハシマイプリンセスができます。これアイスピだけで完封できるか。やばい。いや、絶対止める。これ入ってないんだ。まあ、マイティが強いっすね。オッケー、大丈夫、大丈夫。で、相手は迫撃のホグね。まあ、多分、バルキリーとか入ってそうだな。ナイトかバルキリー。とりあえずバレル飛ばして、あー、マイティか。そうだ、マイティだわ。うわ、これやばいね。やばデッキス。ロケット来るなら撃ちたいけど。あー、いいタイミングの迫撃っすね、これ。これまた。伝えられるんで、こんな感じで出していって。まあまあまあ、悪くないんじゃないかな。これずっと竹取ってくれて、しかも、プリンが迫撃削ってるんで、オッケーオッケーオッケー。これさ、プリン出せばオッケーで、しかもこっちマイティ出して、いや、いいぞ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 。
ふぅ。ちょっと待てよ。まだまだまだ。全然早い。何も決まってない。クエイク来たら ISP。OK、これ ISP スタルじゃん。なんか来ないか。うわー、まあでも今それしかなかったよな。まあまあまあ。うっつけうっつけ。やばいやばいやば。ちょっと待って待って待って。いや、ライトか。しかも。なんかめっちゃ入ってんだけど、俺も。え、でも相手の方が削ってんな。え、ライトってことは、ちょっと待って。あ、いける。ライトならいける。ライトならいける。ライトならいける。ライトでかっちったって、クエイクじゃねえのか。嬉しい。いや、これ嬉しいな。最近あった出来事で一番嬉しいかもしんない。いやー、嬉しい嬉しいよ。全然嬉しいよ。いて。いててててててて。いや、これ、こうして、ロケット削りっすわ。ロケットで削ってやろう。ん？やばい、これもしかして。いや、一発しか入んないけど。オッケー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 。すすはあ、はあ、いや、熱い熱い熱い、それ熱い、それ熱い、それ熱い、熱い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 、きた、おら、ピタゴラみたいな感じ。ここでロケット撃つんすよ。いや、今のロケット握手か。やばいやばいやばい、これ撃ってくる、絶対撃ってくる、絶対来ない。来た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 。おい。いや、これ大丈夫大丈夫。これ一番大丈夫なやつ。あぶね。あぶない。あぶないねー。さあ、ジジ。いやー、なんか、終始危ないし、ずっとヒヤヒヤしてた。薄液とホグっていうね、組み合わせがね、また。まあ、意外とライトニングもね。嫌でしたね、持たれてたら。まあもちろんクエイクの方が嫌だったんですけど、まあ、台風がだいぶ活躍してくれたんで、OK です。さあ、ラスト2000。ちょっと2500戻って、目を今日は。いきます。戻って、すっきりとね。えのきんめっちゃいい名前じゃん。よろしく。えのきのキングって感じかな。で、えのきん。やばい。えのきん、えのきアタック、うわ。いやいやいや、ちょっと待ってくれよ、それ。あり？ありか。それありになっちゃうね。よし、攻めよう。まあここはちょっと、まあこれ構えるぐらいしかやることねえな。はいはいはい。ちょっとロケット撃っちゃおう。プリンからだね。オッケーオッケー。よし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 。これしかも、いやー、ギャングしかないんだよね、一応。それを読んではいるんだけども、こんなんこんなんこんなんしよう。え、入ってるし、なんか、しかもこれでギャング使ったらさ、もうバレルの時代じゃない。あー、なるほどね。使ってこない感じか。使ってこない感じなら、いやでもダメージ取ってんな。いいロケットだったっすね。もう一回打っちゃうか。あ、やばいっす。いやでも大砲、お、
まあトントンぐらい、タン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 でプリン。オッケーオッケー、これ読めない。よし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 。でここはマイティで受けて、まあこれゴブリンでいいっすね。こっちにウッドとか使ってほしいけどな。いやでかい、めっちゃでかいなそれ。さあここ多分テストラで受けてくるんですよ。だからまあバレル今飛ばすチャンスではあるんですけど、飛ばすチャンスだな普通に。何を考えてるんだ俺は。よいしょ。さあしっかり当ててる。ちょっと逆サイはね、かまってる暇ないね。あと1枚ぐらいか。ここで回る？オッケー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 。まあこれは大丈夫なんじゃないか。よいしょ、置いといて、まあ、バレルに当てて、ほい、オッケー、召していく。ちょっと待って、マジで無言になるわ。喋れねえ、こんな枯渇対決って喋れないよね。そんなことない、これ無視でいいや。まあロケット打っちゃった後いいし、もう一回ロケット打てばいいか。いやーこれがロケット削りの怖さですよね。まあ相手はバレルで崩してこようとしたんですけど、もうロケット打ち始めたらこうなると。よし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 、いい感じいい感じ。あー疲れた。いやでも久しぶりに俺もなんかテスラコカツ使ってみたいな。バルキリーガングだね、懐かしいですね。さあラスト一戦いきましょう。勝っても負けても笑う、いきます。さあ来ました、シュシュさん。日本人の方多いですね、やっぱよろしく。日本のレベルの高さがね垣間見ます。これはうわ怖い。よいしょ。ゴブリンがねやっぱこれスケルトンじゃできないからね、ドリルを単体防衛っていう。うわウッド入ってんのか。ちょっと待てよ、ドリルウォールブレイクアウト、高回転のやつかな、マイティのやつあったよね、そのデッキ大砲の。だったらちょっと嫌っすけど、でもねゴブリンがやっぱ強いからなんとかなんじゃね。わそれだ多分。で高め大砲とかしんどいはずなんですよね。高め大砲して、いやもう何もできないでしょ。あと正直ロケット打つだけなんだけどね。ちょっと打っちゃおう、打っちゃいましょうこれ。いや何やってんだ俺、ちょっと待って待って待ってて。いやでもこれこれなんかえうまあれやばい、もしかしてもしかしてやばい。いややばいじゃん。えそんなアド取られてんの。3、うわーしかも爆破も入れられた。ガチかこれマジ。何が悪かった。プリン、ファイスピ来たらプリンだね。一発あるぞこれ。よし、これは必要ないっすね。うわー、まあでも全然いけるっしょ、こっから。プリン出しとこう。プリンもきついはずなんで逆サイドね。これもきついと思うし、いや、全部きついと思うんだよな。だからいける。やれるやれる。いやー、いいっすね。あ、てか、ゴブリンだな。ゴブリンちょっとはみ出たの痛かったわ。ウッドからのゴブリンは完璧だったんだけど、まあ俺にも悪いことあった。小学生の喧嘩って感じっす。さあこっちはこうしていって、とりあえずこうだよね。で、プリンセスの範囲ダメージで。オッケー。いや素晴らしい、なんか。これまたスケファイスピやってくんの？ずれてる。きたー、おれ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 。さあ詰まっていきますね。トイレのように詰めていきます。これね絶対ね、そう先にこうなんだよね。うわうまい、うまいがうまいがうまいが守る、うまいが守る。
よいしょ。さあ来ますね。いやこれウォールブレイカー来る。まあ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 、いやーこれロケット2周だな。完璧。よしよしよし。ここね、こうなんだよね。来た。来た来た来た、これ来た。よし。うわー、ロケットを撃たないんです。危ねえ。いや、うまかったっすね、相手も。さあ、ギリギリの試合、勝ってきました。まあ、何が大事かっていうと、今の試合って、相手がドリルとかファイブウッドとかを攻めに絶対使ってくるんですよ。使わないと、こっちがゴブリンだけ出して、そのドリルのアド取ってロケット削りっていうのがあるんで、そのタイミングでファイブとかウッドが飛んでくるなって思ったら、先にウッド転がして、そのスペルのタイミングだけしのぐんですよね。その後にゴブリンとか敷けば、ファイブとかウッドにゴブリンがやられることなく、ドリル守りつつ、アドも取りつつ、ロケット打てるっていう感じの、まあやりとりとなっております。ということで2500戻ってね、まあマイティクワツも久しぶりにできたんでよかったです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。